レンジマンは2013年に G-SHOCK で初めてトリプルセンサーを搭載したモデルとして誕生しました。過酷な環境での使用を想定した G-SHOCK のマスターオブ G シリーズ、その中でも究極のサバイバルタフネスウォッチを目指したレンジマン。3代目となるレンジマン GPR-H1000 にはシックスセンサーと GPS 機能が搭載されている。厳しい自然環境下で緻密な計測を求められる GPR-H1000 に与えられた開発コンセプトは、事故の状況を把握し自分の道を切り開くというものであった。そこに込められた思いとは。厳しい自然環境下で活動するのに、自分の体の状況や取り巻く環境の変化を把握することが非常に重要だと考えました。心拍数、血中酸素レベルに異常はないか、気圧に大きな変化はないか、進んでいる方向は間違っていないかなどですね。そのため GPR-H1000 にはシックスセンサーや GPS 機能が搭載され、心拍計測や9種類のアクティビティ計測が可能となっています。このレンジマン GPR-H1000 にはフィールド活動をサポートする計測機能を搭載しています。トレッキング、トレイルラン、バイクなど9種のアクティビティに対応しています。例えばトレッキングをしているとき、時計のフェースでは心拍数や移動距離、高度や昇降速度などが表示されます。つまり自分のコンディションと置かれている状況を瞬時に把握することができ、自身の行動判断に役立ちます。この表示項目はカシオウォッチズというアプリと連携してカスタマイズ可能です。またカロリー消費量のうち脂肪や炭水化物、タンパク質がどれだけ使われたか、この比率を算出することも可能なので、アクティビティ時の各栄養素の摂取や目的に応じた運動強度設定の目安とすることができます。今回はアウトドアシーンでの使い勝手を考えて、スタンダローンで計測可能なトリプルセンサーに加え、潮の満ち引きが分かるタイドグラフ、日の出日の入り表示も搭載しました。よりアクティブな活動をサポートするマスターオブ G に仕上げました。壮大な大地や切り立った断崖など、どんなに厳しい場所でもこのレンジマンと一緒なら大丈夫、挑戦してみよう、そんな風に感じていただけるデザインができたらなと考えていました。多彩な機能を搭載し、ウェアラブルなタフネスギアといえるところまで進化したレンジマン GPR-H1000。 そんな GPR-H1000 には厳しい自然環境での使用に耐えるための大きな2つの特徴がある。一つは泥や塵の侵入を防ぐマッドレジストボタン、もう一つは耐衝撃性をより強固なものにし、シックスセンサーなど精密機器を守る左右のメタルサイドガードだ。厳しい自然環境と精密機器、一見相反するこれらの要素をどのようにデザインとしてまとめたのか。まず思ったのは、機能を引き出せるデザインにしたいと同時に、多くの機能が詰まってそう、無骨だけど先進的だなとユーザーに感じていただけるデザインにしたいという気持ちでした。レンジマンには泥や塵の侵入を防ぐマッドレジストボタンが採用されています。だとしたらボタンも強固で滑りにくい素材とデザインにしないといけない、そんな考えでメタル素材のボタンにターゲットマークをイメージしたアンチスリップデザインを施しています。そしてこのレンジマン GPR-H1000 のシンボルと言ってもいいメタルガード、ここは非常に悩みました。センサー類をガードするだけでいいならメタルで広い面積を囲ってしまえばいいんですが、そうしてしまうとこのレンジマンの良さを引き出せなかったんですね。メタル素材で大きく囲ってしまうと、
せっかく見やすい MIP 液晶の面積が狭くなってしまうなど問題が出現した。それらをどう解決したのか。設計チームと何度も検討してしっかりガードもしつつ見やすさを阻害しない最適なアッセンブリを追求しました。さらにこのデザインを実現させるために9時側と3時側のメタルサイドガードで製造方法が異なるという。3時側のメタルガードにはセンサー感度を担保するための穴抜けがあります。その形状は通常の作り方では作れない形なので複雑な形状の造形に適したミム成形を採用しました。緻密なデザインを施されたレンジマン、そのこだわりはバンドや裏面のバンドピースにまで及ぶ。バンド上面には濡れた指でも滑らずギュッと締められるようにテクスチャーを施しました。バンドピースは手の甲に滑らかにフィットして装着時の安定感を増してくれます。ここにはレンジマンのアイコンである山猫が刻印されています。ちょっとした遊び心を感じていただけたらと思います。武骨なだけではこのレンジマンの先進的な機能を直感的に訴求できない。逆にシンプルすぎて無味無臭だと魅力が伝わらない。ラギット感がありながら先進的な印象を与えるデザインが完成しました。タフネスギアであるレンジマンの個性を最大限に表現できたと思います。このデザインを皆さんが好きになっていただけるとすごく嬉しいです。スマートフォンと Bluetooth 連携により自動時刻修正やメール、電話着信などの通知、各種データの転送にも対応可能です。充電方式は USB 充電とソーラー充電の2方式を採用し実用性も追求しました。 GPS 計測、心拍計などの機能や通知、歩数計測などのスマート機能には USB 充電で対応し、充電量が少なくなっても時刻表示はソーラー充電のみで駆動が可能となっています。ケースやベゼル、バンドには環境負荷低減が期待されるバイオマスプラスチックを採用しました。2013年の登場以来多くのファンに支持されてきたレンジマン、多彩な機能を乗せタフネスギアに進化した GPR-H1000 は雄大な自然に果敢に挑んでいく人たちの最高のパートナーとなるはずです。ぜひ手に取って体感してください。